ヤブカラスティック、もうね、あともう残り少なくなりましたけれども、どうですか、年末は。年末はね、私は舞台をね、5日間ね、なんとかもうセーフティーにスタッフもやっていただいて、アクティングしますけどね。今も稽古中ですからね、そうですね、ね、年末はね、はい、12月と1月と同じ舞台やるんですよ、同じ場所。だから1月がね、そう1ヶ月空いてる。だからもうラグビー終わってから次の日また顔合わせで本読みですからね。これは僕が役者人生で初めてですね。その前に NHK の仕事辞めなきゃいけないんですよね。そうなんです。その後に本読みに行かなきゃいけない。ああ、そうなんです。ありがたいこと、もうでもね、舞台、もう僕なんかついてく人間はもう来ないでくれって言われて、そうコロナで、だから本番の時も、楽屋は一人ですね。あ、そうです。楽屋っていうか、まあ多分一部屋で役者全部揃って隔離されますね。役者だけは、役者、あ、楽屋一つ一つじゃないんだ。一つ一つはないと思います。まあでも、もうみんなはもうずっとやってきた人たちで、そうこれまでもう感染しないって分かってますからね。まあとにかく、はい、はい、ということで、みかんとね、年末やっぱね、そうみかん食べながらっていうのは、昔はねこたつに入ってね、みかん食べて、はい、今まだね、地方行ったら、そういうのあるんだな。私がチャイルドの頃は、もうこたつでオレンジイートしてましたからね。僕もオレンジイートして、それから、それでそこで、あとお餅ね、ライスケーキも、食べて、だって僕食べ過ぎて手が黄色くなった。あった私もこんだけ真っ黄色になっちゃってね。怒られました。でね、年末だとさ、親がさ、箱で買ってくれるんだよ。そう箱で、ね、ボックスで買うから、どうしてもなんか手に。で、やっぱりこたつでさ、温まってるとさ、喉乾くじゃん。もう、みかんって必ずありましたよね。あった。今はないんだろうな。いろんな食べ物ありますもんね。はい。今日もたくさんコメントいただいてます。龍語で47都道府県。はい。茨城ってルーゴでなんていうの編、私土地ツリーウキャピタルミアでバースしました。バースって誕生した、面白かったってこと、生まれたってこと、ウキャピタルミアで生まれたんだ、そうなんだ、出身なんだな。なるほど。ルーさん初見です、ファースト見です。ルーさんの着物姿素敵です、着物をプレゼントされますようにって書いてあります。プレゼントってね、じゃあ語るのすごいエクスペンシブなのよね。だからちょっとこの番組ではプレゼントはできないと思いますけど、スポンサーがつけばね、わかんないですよ、神山さんが持ってきてくれる。ああ、そうかもしれませんね。ミスター武さん、もともと全力フルパワー少年の、もともと神曲なんでルーゴにするとベリーグッドです。あ、本当。あと増田マネ歌うますぎます。ありがとうございます。初めて言われた。あんまり俺の声をいっぱい取ってるから、小さい声でしょ。そう、小さい声で歌ってるんですけどね。でもね、出ないとかあるよね。違う。でね、やっぱりね、松田君にリードしてもらわないと、ちょっと調整取れないと思う。年取るとだんだん高いとこ出なくなるね。裏声出すね。裏声ね、出るようになった。だんだん低くなってくんで、声帯ってね、あれで。あとは全力少年の回、パーフェクトパワー少年。なるほどね、フルパワーじゃなくて。面白すぎる直武さん、土佐直武さん。あ、本当。これ多分ね、まだあんまりこう広がってない、だから浸透してないんだろうね、まだね。だからこれをね、しつこくね、今こうヒットしてる若者が聴いている曲を、私が全く知らない曲をですね、ルーゴにチェンジして、皆様に松田君のうまい歌と私の拙い歌とトゥギャザーで、ちょっとこれやって続けていきたいなと。まあ来年にかけてもそうなんですけど、そう思っております。私が曲選んでルーさんに無理に付き合ってもらって、いやいや、最近の流行りの曲やるようにしてるんですよ。そうね、その方が皆さん面白いかな。だから意外に大変です。はい、ということなんで、それでは See you! チャンネル登録 Please! ネクスト動画も Together しようぜ。